皆さん、こんにちは。デジタル大臣の河野太郎です。ただいまから、レグテックコンソーシアムのキックオフイベント、レグテックデーを開催いたします。国民の皆様がデジタルを活用したより良いサービスを受け、成長を実感するためには、デジタルの力を最大限発揮できるよう、日本社会の構造を改革していくことが必要です。デジタル庁では、 現場へ行って目視点検する、役所に行って紙の資料を閲覧するというようなアナログ的な行為を求める規制を一気に見直すことで、最先端のデジタル技術を活かせる領域を広げ、多くのスタートアップをはじめとした成長産業の創出、人手不足の解消、行政の在り方の変革といった成果につなげたいと考えています。 アナログ規制の見直しが進むことで、コストの削減効果が2兆9千億円、市場の拡大効果が9千億円と見込んでおり、その結果として GDP が3兆6千億円増加するという試算もあります。また、規制の見直しにより、25万人相当の業務負担を軽減することができ、足元の課題である 人手不足の解消にもつながるという見,方見通しも示されており、アナログ規制の見直しによる効果は非常に大きいと思います。これまでの政府による規制改革は要望を受けてから個別の規制を一つ一つ見直すことが基本でした。しかしながらそれでは圧倒的にスピードが足りません。規制を所管する省庁や 規制に基づいて事業を行う企業の皆様が、技術動向を踏まえて、自らの意思でデジタル実装や規制の見直しを推進していけるように、規制と技術の対応関係を一目で見られるようにしたテクノロジーマップの初版を今月6日に公表しました。このテクノロジーマップを活用することで、規制を所管する省庁は、 常に進歩する技術の動向や最先端の技術を把握した上で、規制の見直しが必要かどうかを適切に判断する、いわばテクノロジーベースの改革に取り組むことができます。テクノロジーマップの活用を通じ、規制分野を皮切りに、日本社会のデジタル化がより一層進むよう、引き続き取り組んでまいります。さらにデジタル庁では、この夏に、 規制の見直しに取り組む関係者の皆様が意見交換や情報共有をしやすくすることを目的としたコミュニティとして、レグテックコンソーシアムを立ち上げました。本日のレグテックデーを皮切りに、ピッチコンテストやシンポジウムといったイベントを続々と開催していく予定です。こうして官民のネットワークを作ることで、 規制の見直しが技術の進展をもたらしそれがさらなる規制の見直しにつながるという好循環を実現していきたいと思います本日はアナログ規制の見直しを通じて社会のデジタル化が加速する未来を少しでも多くの皆様と共に共有したいと考えておりますそれでは始めましょうレテック